皆さんには恩師と呼べる存在の人はいますか？学生時代の先生や、塾、スポーツ、習い事で教わった中には、いろいろな思い出があるかと思います。今回の一致の恩師は、ホームレス。一致とホームレスはどのようにして出会い、師弟のような間柄になったのでしょうか。また、今回はホームレス以外との出会いにも注目のスレとなっています。ぜひ最後までご覧ください。ホームレスにギター教えてもらった思い出。暇だからちょっと語らせてくれ。聞きたい人がいるかどうかは知らない。でもふっと思い出したから書く。書きだめはないのでごゆるりと待っててください。この時俺は中2で、痛いやつ真っ盛りだった。ただモテたいがためにってのと姉貴がいて姉貴がベースをしてたから俺はギターを始めた。ギター自体は姉貴のやつを使ってた。もちろん全く弾けない。全然弾けない。姉貴にも死ぬほど笑われた。ビートルズすら弾けないの？って感じで悔しくてたまんなかった。姉貴はジャズばっか聴いてて正直めちゃくちゃうまかった。二人の共通項は洋楽好きってこと。ジャンルは全く違った。俺はこの時に若で全然知らなかったけれど。ビップラのロバート・ジョンソンが支援。どんだけやってもコードチェンジがうまくいかない。ビートルズとかニルバーナとかめちゃめちゃギター簡単な曲すら弾けなかった。それで結構すぐやめちった。ギターはインテリアとかしてた。俺は音楽だけ弾いてギターは弾かないって日々が続いた。ちなみに母は死んでていなかったけど親父はよくしてくれた。有名なゲーム会社に勤めててお金もあった。だから CD なんかは全部買ってもらってた。そんでグダグダ過ごしてたら学校行事があった。その時だった。うちのクラスのドキュンがギターで弾き語りするっていう出し物をすることになったんだ。その時内心しまったって思ったけど、そいつ地味にうまかったんだよね。邦楽をしてた確かチューブとかんだけど歌もうまいしギターも弾ける。最悪だった。俺のクラスはそいつを全面バックアップするってことに決まった。部活のやつは部活の出し物とかあったんだがいかんせん帰宅部だった。俺はそいつのギター持ちになった。絶対落とすなよ。落としたら殺すかんな。わかってるよ落とさんっちゃ。ずっとこんな感じだった。こんだけ言っても俺より安物のギターだったんだけどな。ギター持ちの仕事はかなり楽だった。でもものすごく悔しかった。学校行事でそいつは拍手喝采だった。先生からも受けが良かった。これでもう一回始めることにしたんだ。うまいなら教えていただきたい。インテリアとかしてたギターを手に取って必死に練習、するはずなかった。それだけ意志が弱かったんだな。全然ダメ。姉貴からは遠に見捨てられてた。俺はもう B を足するだけの浮いた中学生になってた。中2の終わり、俺は電車通学でいつものように電車に乗ろうとしてたんだが、いつもと違うんだな。ストリートのミュージシャンがいた。俺はこんな田舎で何になるんだ？金になるの？とか考えてた。よく見るとスーツは着てんだけど全体的にボロい。ハットも被ってるけどヨレヨレ。こいつ完全にホームレスじゃねえか。その時すぐ無視した。学校が終わってその日は珍しく友達と遊ぶことになった。俺ほとんど友達とかいなかったしな。結構テンション高めで帰ったの。その時気づいてなかったけど、一回家に帰ってもっかい駅に行くとまだストリートのやつはいた。こいつ何時間いるんだよ？朝の8時に見て今夕方だぞ。って思ったのを覚えてる。そのホームレスは意外とおじいちゃんでそれもあってかギターケースには結構小銭が入ってた。年を売り物に仕上がって、それが最初の感情だった。ギター売れよ、とかも思った。ちらっと見たとき目があった。うわ最悪、ジジイはニヤッと笑ってイマジンを歌い出した。その時の俺がジョン・レノンのシャツを着てたからだった。あれ？意外とうまくね？ジジイは声高だかにイマジンを歌う。ギターは簡単なのは知ってたけど弾けなかったから羨ましかった。気づいたらジジイの前に立ってた。ジジイはイマジンを歌い終わるとちょっとこっちを見て。金。とだけ言った。わろた。ジジイ。金？あっと。ここで渡すのはなんだか尺だった。友達との約束ごとも忘れてジジイに言った。ビートルズ弾ける？あんなに簡単なの弾けねえやつおらんが。カチンときた。ビートルズをけなされた気持ちにもなったしなおかつ俺の嫉妬が吹き出した。へえ。ブラックバード弾けたら金やるよ。口の利き方気をつけろい。それでもジジイは笑ってたが、どうせ無理だと思った。いきなりのリクエスト。しかもブラックバードは意外と難しいというのを CD 屋のマスターから聞いていた。ブラックバード新人。めっちゃうめえ。ふざけんな。期待を返せ。あとものすごく発音が良かった。本家のボールより歌がうまい気がした。ジャカジャカずっと鳴らして演奏は3分ほどで終わった。で、ニヤ。このニヤけにまたもカチンときた。じゃあ次はアクロスザユニバースだ。へいへい。と言ってチューニングをし直した。面白い。その指示は交差点で悪魔に魂を売ったのさ。赤い目の悪魔さんちっす。誰が赤いお目目のトナカイさんやねん。ロックの定義は人それぞれ難しいな。ポンポン、その時チューナーを使ってなかった。俺は合わせるだけでもチューナー頼りだったのに。
チューナー使わんの？チューナーねえ。弾けなかったら殺してやるとまで思った。マジで。チェラン、完璧だった。完璧すぎてビートルズ聴いてるのすら恥ずかしいくらいの完璧。歌は上手いしギターに狂いはない。かね。さすがにここで折れた。小銭入れから300円出してギターケースに入れた。お前中学生か？なんでわかったんじゃ？額がしょぼい。このジジイ、殺す。ジジイは笑うのをやめなかった。お前今ビートルズ聴いてんのか？ビートルズにニルバーナ。あとはジョンのソロとか。結構洋楽は聴いてると思い込んでた。でもジジイは鼻で笑って。ロックってのを知ってねえな。ビートルズは大好きだったから腹立ったけどそれ以上にジジイに興味が湧いた。自然に怖いイメージはなかった。でんでんで。じゃあどんなんがロックなんだよ。ちょっとキレてた。まあ痛い中学生だったししょうがないな。まあ、待てや。俺はもうロックは飽きたんや。じゃあ何しよるん？ジジイはにやけて教えられまっしぇんと言った。今でも覚えてるけどあの時の殺意。これくらい集まりゃいいか。ジジイはギターケースをちらっと見て言った。確かに3000円以上あった。中学生相手に大人げないじってや。支援。面白い、支援。お前ギターすんのか？俺は痛いとこ疲れたと思った。隠してもしょうがないと観念した。したいけどできない。なんでや？危険系じゃ。するとジジイはカッカッカって笑ってスクッと立った。意外と背が高い。多分170以上はあった。ポンポンと肩を叩かれ聞かれた。弾けるようになりてえか？うん。面白い。本社。と言ってメモになんか書いた。それは空き地の場所だった。明日土曜やろ？今のガキは土曜休みじゃろうからここ来いや。は？ギターは必ず持って来いよ。何時や？朝や。友達から誘われなくなったのは言うまでもなかった。次の日朝8時に起きて少しドキドキしながら支度した。姉貴からはどうした？って聞かれたけど友達の約束ってことにして出てきた。空き地にはすでにいた。というより、そこがジジイの家だった。間違いなくホームレスだった。その空き地には小さな小屋があって中には4畳半くらいのスペースが裏の山手にあった。来たな。クソガキ。そう言って頭をガシャガシャされる。やめや臭くなるじゃろ。お前元気やな。その時ジジイはジャージにシャツ1枚だった。この後めちゃくちゃアナルセックスした。しかし汚いな。ジジイは笑っているばかりだった。そのまま裏の小屋に連れて行かれた。ここはスノードニアっちゅうんや。スノードニア？この小屋の名前や。こいつ頭おかしいと思った。本当にこのジジイは大丈夫なんだろうか？殺されないだろうかというドキドキが出てきた。おい、ギター。え？ギターだよ、練習すんだろ。今度はお前がホームレスになってギターを教えてやれ。そう言われて慌ててケースからギターを取り出す。ジジイのギターは野ざらしっぽかった。へえ、ヤマハタいいもん持ってんじゃねえか。元は姉貴のじゃ。ジジイははーんと言ってまたにやけた。そこでやっと気づいた。ジジイのギター変なやつやな。お前ほんと生意気じゃな。見てるぞ。ジジイはそう言ってギターを取った。後に知ることになるがそれはドブロというアコギというよりリゾネーターギターだった。知りたい人は調べてほしい。俺はそのギターに興味津々だった。これか？こいつは吉野じゃ。は？ギターの名前や。何でも名前つけるのか、本当に頭おかしいと思った。これまた後にわかるがジジイは何でも名前をつける癖があった。ゆっくり好きなようにやってくれ。ダークリゾネーター？ジジイはドカッと座って俺を見た。何が弾きたい？俺はいろいろ迷ったが好きな曲を素直に言った。ヒアカムズザさん？これしたい。俺はジョージ・ハリスンファンだったのだ。ジョージのシャツなんて1枚も持ってなかったが。わかった。この時少し目つきが変わった気がしたんだ。俺はジジイに続いて汚い座布団の上に座ってギターを担いだ。まあまずは焦るなや。キーから教えんぞ。いきなり教則本を完全に無視だった。全くキーなんて言葉知らなかった。ああ、キーってのはな、コードのベースや。簡単に言うとな。それから基本音というのを教えてもらった。ジジイはやっぱり面白い人間だったが教え方もすごい上手かった。焦らんでええ、手が小さいのはしゃあおまへんとか慰めの言葉をかけてくれてた。まだまだ中学生。手が小さい上に飽き性だ。キー押さえるだけでつまらなくなっていった。そこでジジイの話題を振った。俺の音楽のスタートはザ・イーグルスのホテルカリフォルニアだったな。私もイーグルスのホテルカリフォルニアだった。引けずじまいだったけど。立地と住んでるところ近いような気がする。どこの山陽地方だよ。なあ、ジジイってなんでホームレスなん？うっさいわ。ホームレスでもええやろ。何歳？ジジイは少し考えて68とだけ言った。正直ジジイジジイと言ってたが見た目はもっと若かった。このジジイが60代なのも信じられなかった。朝9時から約3時間。延々キーを単音で押さえるだけをしていた。正直つまらくなっていた。なあ、こんなんで上手くなるん？ジジイはくすっと笑って俺の肩を叩いた。お前、名前と歳は？俺はいきなりでなんでこんなことを聞くのかわからなかった。俺は俺。
14じゃ。俺はジジイ、68。ますますわからなかったけれどちょっと面白かった。54も違えばギターの歴も違うっちゅうことや。そう言ってふくっと立っていきなり着替え出した。なんで着替えるん？金。また一言つぶやいただけだった。俺もすぐ見たいと思った。本当はどんな音楽をするのか気になったからだ。ついていってええか？変な目で見られるからやめえや。遠くで見とくわ。そうか。そう言って俺は自転車。ジジイは歩いていつもの駅まで向かった。俺のギターケースはハードソフトだったがジジイはハードだった。ケース重くないん？まだ若いけいの。面白い、遅延。スーツ姿に違和感しかなかったがスーツ姿でジジイは駅の前に陣取った。今日は焼き鳥だな。は？ジジイは無視してギターを取り出してチューニングした。そして筒状の変なガラスを出して歌い出した。その声はとても力強くて、かっこよくて、渋かった。ジジイらしかった。ピックも使わずギターをバンバン叩きながら歌うのに俺は鳥肌が立ち出した。ジジイ、話しかけても歌を途中でやめることはなかった。何度しても曲の途中でやめなかった。いいね、面白い。じゃらん。なんや？うっさいのー。この曲の全てが知りたかった。わけのわからないことを歌っているはずなのにかっこいいだなんて今まで聞いたことなかったからだ。なんや？今の曲？なんてタイトル？これかこれはなぁ、デスレターっちゅうんや。デスレター？聞いたこともなかったし見たこともなかった。作者は？ジジイはすでにまたチューニングしていた。それから少し音を変えてまた弾き出した。今度は知ってる曲だった。スタンドバイミー。ジジイは結構大きな、でも優しい声でスタンドバイミーを歌い上げた。すると会社員一人が金を落としていった。確か会社員。記憶曖昧。仕事や。ジジイはそれからずっと歌ってた。俺は途中で飯を食べにスーパーに買い物行ったりしてたがジジイはびくとも動かなかった。ちょこちょこお金が増えていく。曲は知らないものから知ってたものまでいろいろあったが全てが洋楽だった。夕方になってもジジイは歌った。俺はそろそろ帰らないとまずいかなと思い出した時だった。お前そろそろ帰れや。まずい顔に出たか？と内心焦った。でもそんな焦りとは無楽だった。お前にやる焼き鳥はねえんじゃ。そんなことかい。焦って損したわ。へえ、帰ります。すると後ろからジジイがボソッとつぶやいた。また明日来いや。面白い。その次の日にも言った。またいた。よう気よったのう。また前日と同じような日になった。3時間キーを頼んで抑えるだけ。その日はちょっとリズムがついたが、それから駅に行ってまたご飯の品目を言って歌い出す。最初に夜何を食べるのかを決めて歌うのだという。1日2食しか食べないと知ってなんで死なないんだこのジジイと思った。それからこんな変なジジイとのギター練習が始まった。学校がある日はダッシュで駅を出てチラッとジジイを見てうなずく。ジジイはニヤッと笑ってまたギターを弾く。これが今日は行くの合図だ。と言ってもほぼ毎日行っていたんだが、ジジイが夕方少し早めに弾き語りを止めて小屋に帰った。それからは親や姉貴を心配させないために1時間半しかジジイに会えなかった。ジジイは何ら嫌そうな顔せずにギターを教えてくれた。俺も1時間半しかないから真面目に練習した。ジジイがしっかり褒めてくれてたからだ。間違ってもああそうじゃねえな。こうだってな感じで全然厳しくなかった。それでもサボらず練習した。一軒家だったから音を小さめに家でも練習した。姉貴からは案外感心された。なぜかは知らない。そんなに頻繁にホームレスに接触してたら、誰かに見られて何か言われそうだがな。俺は覚えが悪くて何回もイライラした。それでもジジイは笑うばっかりだった。ジジイは駅でかなり上手いギターを弾く。俺はそれをしっかり見ていたんだがな、運指が早すぎて見えないんだな。初心者にあれは無理だわ。それから1ヶ月が過ぎた。やっとコサキーをマスターした。どこがどの音ってのを完全に覚えた。よっしゃー、本当に声が出た。ジジイからテストを受けてそれに全て OK をもらったのだ。はっはー覚えたな。そうやって肩をバンバン叩かれた。少し痛かったけど嬉しくてそれどこじゃなかった。それじゃあ次は曲に行くか。ほんとかよ。嬉しくて大声を出した。バカうるせえ。たまたま近くに家がねえからって人がいるかもだろ。すまね。スモークオンザウォーターや。は？大事なのはいかに音楽が好きで、その気持ちを維持すること心折れずに練習することだよね。テクニックなんて後で嫌でもついてくるからさ。アコギ始めて1ヶ月ですでに折れそうな自分に一言。期待。全くもって騙されたと思った。俺が聞きたいのはヒアカムズザさんだ。ビートルズに取り掛かれると思っていたのだ。その怒りを察したのかジジイはやれやれと言った顔でギターを取った。こういうのをロックって言うんや。ちゃっちゃっちゃー、あ、知ってる。聞いたことある。簡単そうだな。でもなんでこれがロックなのか？それがわからなかった。とりあえず本家聞いてみー。そう言って俺の需要の音をひったくってディープパープルスモークオンザ、ウォーターと殴り替えた。聞いてみー。その日はそれだけだった。
家に帰って親父に適当に言い訳した後聞いてみた。なあ親父。親父ってロック聞く？有名どこだけな。俺はフォークのファンだからな。俺はノートをこっそり取り出して聞いてみた。スモークオンザウォーターってやつなんだけどある？親父は驚いた顔で椅子から立ち上がって笑った。お前もそんなん聞きたいのか。親父は和室に行って俺を手招きした。そこは立ち入り禁止の場所でこっそり入るとよく親父に怒られた場所だった。そこにあったのはレコードプレイヤー。なんでレコードで聞くかわからなかった。俺の部屋に CD プレイヤーあるが？バカ。それじゃダメだ。ダメなんだよ。と無理やりレコードで聞かされた。俺が初めて聞いたハードロックとなった。ディープパープルメイドインジャパンというアルバムだった。ライブ版で今でも愛聴版だ。衝撃だった。すべての曲が俺を揺らした。古代じゃなくて本当に。声が出ないの。そん時本当の感動を知ったんだよね。それで本当に決めたの。ギターが弾けるようになりたいって。中途半端にギターを始めてみたものの、なかなか続くことのなかった一致でしたが、ホームレスのジジイと出会い、その出会いをきっかけに本当の意味で音楽に感動し、本気でギターに向き合うことになりました。ここからホームレスによる特訓が始まります。それから3年生になった。始業式の時の安全君話で冷や汗が流れた。ホームレスと遊んだり関わるのはやめましょう。本当に俺はガキだった。ここで言うこと聞いたらロックじゃねえぜって思ったんだよな。まあ焦ったのは間違いないが、教室ではありえないだとか気持ち悪いとか騒いでたけど俺はこいつらは本当のロックを知らない。悲しすぎるぜ。とか自分に寄ってたわ。一応今日はここまで。質問あればどうぞ。呼んでくれてる人ありがとう。おつ、続き楽しみにしてるわ。おつ、続き待ってる。ついでに今も弾いてるのかと得意曲あれば教えて。今も弾いてます。今はブラックモアズナイトよくしますね。続きがあるのか楽しみだ。自分も CD 屋のあんちゃんにギター教わったことある。店長に見つかって即終了したけど、営業時間はさすがにね。面白い、続き楽しみにしてるわ。ええー、な。何これおもろい。高崎明は好きですか？俺はラウドネスよりアースシェイカー聞いてまして、すいません。アースも良かったよねー。俺はラウド、インギーに行っちまった異端だったわ。今いくつ？今は27です。とうとうジミアカート、ジャニスの年になっちゃいました。45歳ぐらいを想像してたからイメージと違いすぎた。面白いから書き上げてねー。続き楽しみにしてるぞ。26歳だけど今からギターってできんのかね。何歳からでも根気さえあればできるよ。続きに行きたい。まずもって一軒家以外で自宅でギターなんか練習できねえよな。防音革命でも起きねえかな。移動先で待ちぼうけ食らわせられてるので携帯から少し更新。楽器はいいね。生涯の楽しみになるもんね。俺はそれからもジジイとこに通った。中3という受験シーズンになっても変わりはなかった。いつものようにダッシュで家に帰ってギターを取ってこそっと駅に戻る。ジジイはまた早めに切り上げて小屋に戻る。そしてスモークオンザウォーターを聞いたことを伝えると。そうかそうか。と笑ってギターを練習することになったのだ。リフ自体は簡単だった。弾けるのに2日はかからなかった。でもその時に初めてアップピッキングというのを知った。お、再開した。この曲のリフはな、アップピッキングなんや。ジジイはそう言ってギターをつまびく。俺はただ見よう見真似で言う通りに弾く。曲になっていったのが楽しくてたまらなかった。いつものようにキーを押さえた後にスモークオンザウォーターを弾く。それだけの変化で1時間半という時間が永遠のように感じたんだよ。ジジイはうまいうまいと俺を励ましてリフを弾く。それからは曲の A メロからサビまで全部教えてくれた。俺はこの時 F というかパワーコードすら抑えられなかったけどジジイはコツを教えてくれた。パワーコードはな親指で E を抑えるとしやすいで。俺はこれで練習したせいで F は握り込んで弾くようになってしまったんだが、でも確かに弾きやすかった。というよりすり込みだったんだろう。真面目に練習すればソロ以外は1ヶ月程度だった。褒めて伸ばしてくれるジジイの指導により、少しずつ弾けるようになった頃、2つのある出来事が起こります。でもある時だった。予想外に多くの金を手に入れたジジイはニコニコしながらある買い物をした。何を買ったんじゃ？2ヶ月に1回の楽しみじゃ。そう言って買ったのはタバコだった。今でも覚えてるというか俺が今でも吸うきっかけになった。アメスピだった。ジジイはマイセンやろ。ジジイはすごく幸せそうな顔をしてタバコを吸った。小屋に戻った時にジジイがトイレで席を外した。その時ふっとジジイのギターが気になった。ものすごいいい音がするしかっこよかったからちょっとした好奇心でそれを弾いた。意外と弾きにくいなぁ。そしたらジジイはいきなり戸を開け今まで聞いたことのない大きな声で。そのギターに触るんじゃない。と怒鳴った。俺はマジで焦ってこそこそと返した。ごめん。また明日聞いや。今日はもうしけたわ。この時が最初で最後のジジイのブチギレだった。本当に怖かった。見た目からは想像もつかないドスの効いた声だった。
その日は半泣きで帰って家でちょこっと練習して寝た。でも次の日行ってみるとまたジジイはケロッと笑って演奏をやめた。俺は本当に昨日のジジイか？と内心疑問だった。スモークオンザウォーターがソロ以外は完璧に弾けるようになった時に一つの思いがけないことが起こった。13の5月。その日は1日休みでまたジジイに教わって駅に向かった時のことだった。ジジイが弾くいつもの場所にすでに先客がいた。弾き語りの先客だった。はぁ、珍しいこともあるんじゃなぁ。そこにいたのは黒髪が長くすごく美人、というより超俺好みの女性だった。正直一目惚れだった。しかし変な点が一つあった。その美貌からかかなりのお金が落としてあったが小銭が投げられた時は深々と頭を下げるのにお札が入れられた時には普通に引くのだった。そんな変な違和感をうっすら感じているとジジイがスタスタ近づいていった。内心全く準備ができてなくて慌てておった。ジョーちゃん、ギターうまいな。とジジイはいきなり女性の横にドカッと座る。ちなみにその女性は折りたたみ椅子に座ってた。女性は横を向いてちょっとニコッとしてもしかしていつもここで弾いてる人ですか？と聞いた。ジジイは腕を組んで絶世のドヤ顔でいかにもと言った。本当に吹き出しそうだった。すると女性が演奏をやめてジジイの方を向き満面の笑みで言った。私あなたに憧れてここで弾くことにしたんです。憧れ？ちょっと待てよ。ジジイに？俺はジジイがギターと歌が上手かったから興味を持ったんであって憧れとかはそんなになかった。嘘だろ、とか思ってたらジジイも嘘でしょ？みたいな顔してた。この光景うまく描写したいんだけどね、本当にシュールだったから。女性はなおも続けた。面白い、ライブインジャパン俺も聞いたわ、35年ぐらい前に。いつもサンハウスとかジョン・リー・フッカーとかしてますよね、私好きなんです。俺にはジジイがやってた曲の作者なんて知らなかったがこの女性の趣味が相当渋いのが手に取るようにわかった。私もやろうとするけどできなくて。ジジイは驚いた顔を一瞬だけしてまた笑って女性の肩を叩いた。何も心配することないさ。ジョーちゃんだって弾けるぞ。女性は唐突にジジイに私の演奏を聞いてくれと言った。ジジイは何かハッとした顔をしてまた笑っていいぞと言った。女性はアコギをチューニングしてセットした。よく見れば彼女は左利きだった。そういえばこの頃俺はすでにチューナーなしでチューニングできるようになっていた。というかさせられていた。じゃあ。とだけ言って演奏に入った。ものすごくうまい。ジジイとは違うけれどうまい。どこか優しげな音色が連弾でつまびかれる。ジジイはニヤッとしてタバコを手に取りまた黙って演奏を聴いた。一方の俺は歌は？みたいな感じでやむちゃ目線で曲を聴いてた。ほんの2分程度で演奏は終わった。俺には感動しかなかった。ジジイは大きく煙を吐き出すとニヤついて。リトルマーサか。ジョーちゃん渋いね。と笑った。その演奏にまた誰かが小銭を投げる。女性はすっと頷いた。ジジイはふっと悲しい顔をしてため息をついた。ジョーちゃん今まで大変だったろう？いくつよ。俺はこの曲が弾けるようになるまで苦労したことかと思った。女性は笑ってつぶやいた。バレちゃいましたか？俺はすっとジジイの横に行って何がバレたって？と聞いた。ジジイは真剣な顔で俺の耳元で言った。このジョーちゃんめくらだよ。とりあえずここまでで。仕事行ってきます。面白い。そのジジイは今何してんだよ。ギター弾いてたからこういうのは面白い。引き続き頼む。面白い。46歳ベース始めたいんだが、姉ちゃん貸してくるない？どこの一気だよ。いろいろとすごいじいちゃんだな。また帰りにここ開くの楽しみにしてるわ。信じないだろうけどさ、初期頃のラルクメンバーだったものだけど感動したよ。このスレに、ありがとう。不思議な面白さについつい引き込まれたよ。続きに期待してる。ジジイとジョーちゃんは誰に？どちらかというと本当のサンハウスみたいな感じです。女性は士官で堀北真希さんの全盛期をもちっとクールにした感じです。ミッキーカーチスをさらに小汚くした感じを勝手にイメージしてるんだけど。ミッキーが小汚い前提ではろた。俺もそのイメージだった。泉谷しげるのイメージだった。めくら。この言葉の意味は中学生でもわかった。盲目の人だった。女性は目を開いてるのに見えないってのでちょっと絶望した。でも瞬時に尊敬の念が出てきた。なんで目が見えないのに弾けるんだ？まさか音だけ？ってな感じで。私は〇〇 S 鈴。522鈴で S 鈴です。いきなりの自己紹介にもジジイは動じなかった。ジジイや、68やで。女性が年を言わざるを得ない状況にするあたり本当にデリカシーないと思った。女性は気にせずにコッとして17ですと語った。姉貴と同い年やん。思わず言葉が出てしまった。女性はキョトンとしてそちらに誰か？と聞いた。慌てて返事を返す。俺って言います。中学生です。そう？俺くん。お孫さん。いやーと言ってジジイとクスッと笑った。俺はジジイにギターを教わってる立場です。すると女性は驚いた顔をして俺の手を取ろうとした。ずるいです、私も教えてほしいです。ジジイはカッカッカッと笑って女性の肩を叩いた。
よっしゃ、嬢ちゃん何が弾きたい？教えてやるぞ。女性は大きな声でプリーチングザブルースと言った。俺は盲目の彼女に恋をした。その日は俺だけ彼女の連絡先を手に入れみんな解散した。彼女は事情が事情だし週末の2日だけジジイに会いに来ることになった。週末に予定を入れる気はさらさら起きなかった。親父が飯食べに行こうと言っても断った。彼女に会えたらそれでよかった。でも一回もつ鍋に連れて行くと言われた時はむちゃくちゃ考えた。ジジイは俺に課題を出すようになった。コードを覚えろということだった。正直キーがわかっていて教則本を見ればすぐだった。彼女にはボトルネックの扱いを一から教えてた。彼女は覚えがいいのかものすごく上手だった。それに歌も優しく綺麗だった。彼女はよくリトルウィングを弾いた。よく考えれば17にして弾ける人間は今からしたらそうはいない。うまいのも当然だった。それに耳が良かった。俺のギターが少しでもチューニングが狂えば教えてくれた。3人ともチューナーなんて使わなかった。いつものサイクルに彼女が加わった。俺はいろんな意味でハッピーだった。何回も彼女で抜いた。失礼なことに盲目というのも興奮してた。中学生なんで許してくれや。青春だな。俺は彼女とよく話した。彼女もよく話してくれた。音楽に関してはジジイと彼女で語り合って蚊帳の外だった。だから恥を承知で彼女に聞きまくった。どんな音楽が好き？かっこいいのを教えてください。彼女は聞いた翌日に CD を持ってきた。はい、これ。これすっごいかっこいいんだ。今のバンドではこれが好きかな。その CD はホワイトストライプスだった。その日から夢中でコピーした。パワーコードにターンオンリフ。意外と簡単に感じた。中でもブラックマースという曲は死ぬほど弾いた。ジジイも彼女もすごいと褒めてくれた。俺は自信がついていろんな曲をコピーした。正直言ってビートルズなんか忘れてた。ディープパープルは難しすぎたけどホワイトストライプスとかニルバーナだったら簡単にできた。ギターを始めて半年と少し。俺のレパートリーは20曲を超えた。彼女はいろいろな音楽を教えてくれた。ロックからブルース。ジャズにクラシックまで。しかも即日 CD を持ってきてくれた。気になったんですけど、この口調はいつもジジイに笑われる。ジジイにはタメ口のくせに女性には敬語ってところが面白かったんだろう。なに？なんでそんなにすぐに大量の CD を持ってこれるんですか？ねえ。悩む姿すら可愛くてしょうがなかった。そうだ、一回うちに来なよ。唐突に。その時ジジイはいなかった。勝手にお家にお呼ばれしてしまったのだ。嬉しくてたまらなかった。その日は親父に勉強しろと言われていたけれどそんなの知ったこっちゃなかった。いつもの駅で待ち合わせて俺はジジイがつけてないかどうかを調べて出会った。やっぱり駅の階段は危なっかしかった。通行人は彼女の杖を避けない。気にしない。後に聞いた話だが何回も転ばされたという。お待たせ。うす。じゃあ私の目になって。そう言って腕を掴まれた。正直泣きそうだった。彼女の身の上に勝手に同乗してた。それからその駅に戻って2駅ぐらい進んで降りた。正直自転車でも行けた。彼女とひたすらに展示ブロックの上を歩いて不意に彼女が止まった。今右にお店あるよね？ええ、ありますよ。そこ？そこは小さな古楽器店だった。そこが彼女の家だった。正確には住む家はもっと駅の手前にあった。カラン、いらっしゃいと出てきたのは女性だった。彼女の母親兼店長だった。あら？その方は？説明しようとすると遮られた。私の目。俺は恥ずかしくってちょっととめにかかってた。母親はあらあらとにんまりしてたのを覚えている。店内はやっぱり広くはなかった。楽器だけでなく CD も置いていた。しかもすごい数がしまわれていた。すっげえ。彼女母はふんと鼻を鳴らした。彼女母は若い時はかなりの美人だったんだろうなぁという顔。この母ってこの娘。という感じだった。店にはもう一人いた。彼女の妹だった。彼女の妹はなんと俺と同い年。縁を感じざるを得なかった。それから夏休みに入った。夏休みになるとさすがに勉強しなければいけなかったからジジイと彼女に会う時間は減った。一週間に二日だけ。その時を全力で楽しんだ。夏休みのある時。お前の歌な。何か違和感あるんだよ。歌はすべて耳コピ。英語の意味なんて知らなかった。私も感じてました。イスズなんて読むの？イスズじゃね。漢字も読めないバカがネット使ってると知って。意外と人いたのな。ジジイと彼女は考えるふりをしてた。ジジイがわざとらしく手を叩いていった。英語だ。こいつは英語喋ってねえんだ。彼女も大きくうなずいた。正直文法英語は苦手だった。文系な俺は数学は論外だったが英語も少し苦手だった。ああ確かにそうかも。英語苦手じゃけえ。それじゃ意味ねえじゃねえか。ジジイはガハハと笑ってまた肩を叩いた。彼女の前でそんな一面見せたくなかったから恥ずかしかった。というより聞かせたくなかっただな。それじゃあギターはだいぶできるようになったけ英語を教えるか。は？
なんでここが学校になるんだよ。ジジイは手を出して首をゆっくり振った。俺は学校教育みたいな情けねえ英語は教えねえ。発音と慣用句、これだけで英語は喋れる。ジジイはそう豪語した。彼女はギターをポロンと弾いて、めくらな私でも日常会話はできるよ頑張ろ、と言ってくれた。この時初めて彼女が英語を喋れることに気づいた。ますます惚れたがジジイも英語を喋れることに驚いた。確かに発音は良かったけどまさか喋れるなんて。隠して中学生の俺、ホームレスのジジイ、盲目のイスズ、こんな変なスリーピースはギターに打ち込んだのだ。じゃあまた仕事行ってきます。夜には帰れるかと思います。何か質問あればどうぞ。続き頼む。特になし、ただ黙って読んでいたい。見てるあんまり聞きすぎるのもあれだから最後でいい。続けてくれればそれだけでいい。なかなか読ませるね、面白いよ。続き待ってるね。とりあえず黙ってます。バイト後の楽しみができた。イッチって年言ってる？27って言ってなかったっけ？久々に優秀なイッチがいると聞いて。続き楽しみや、ゆっくりでいいから最後まで頼むわ。そこからは変な日常が始まった。ギターのトレーニングの前に発音の練習からだった。歌詞を見させられジジイとつきっきりで発声。恥ずかしい上に意味不明だった。でも文法がアだとか単数がアとか全くなかった。ジジイ発音うまい、何もかもジジイに負けたと思った。夏休みの間ほとんどそうだった。そして夏休みが明けた時、俺はこのトレーニングによって新たな効果を実感した。2学期が始まってすぐテストがあった。それなりに勉強してたから大丈夫だろうと思ったけど少し不安だった。でもその時の英語のテストである変化が起きた。俺はリスニングが得意じゃなかった。英語がわかる聞き取れる自分でも恐ろしく解けた。結局蓋を開ければ学年3位までになっていた。幸せだった。変な意味でのリア充、それも嬉しかった。人と違うことをしている自分も好きになっていった。この結果に親父はもちろん姉貴やジジイ、彼女も喜んでくれた。彼女は CD をくれた。クリームという可愛らしいバンドの CD だった。ここでクリームというバンドに出会ったことで俺はブルースの重要性を感じることになるのだが、まあ詳しくは書かない。あんまジジイとの関係もないし。ジジイはある時歌う場所を変えると言い出した。俺にはなぜかわからなかったが、多分警察がチラチラうろついていたからだろう。彼女もそれに応じて歌う場所を変えた。それは山のふもとの公園。ジジイは嘆きながら駅前の方が儲かるんだがなとつぶやいた。山までの彼女の行き道は俺が自転車で二人乗りすることになった。それから？順調に特訓は進み、学校の英語のテストでもいい成績を取るなど、思わぬところでいい結果も出てきた一致。そして、初めての出会いから一年が経った頃、ジジイのバックグラウンドに触れる機会が訪れます。年が明けた。ジジイは結局一年間以上も俺にギターを教えてくれた。俺はあんまり上手くはならなかったが、年明けすぐにジジイに会った時こんなことを言い出した。俺はな、本当は長居するつもりなんてなかったんじゃ。は？じゃあドガンするつもりやったんじゃ？旅から旅の根なし草。俺はずっとそうしてきた。そう言われてあることが俺の脳裏をよぎった。そのまま伝える。待ってた、こういう趣味合う人少ないから同い年と知ってすごく嬉しいな。その前は何しよったんじゃ？その前ってホームレスに旅人になる前っちゅうこと？旅人なんざカッコつけやがって、笑ってしまうぜ。そうじゃ。なんかしよったんじゃら？ジジイは頭をポリポリかいて口を濁した。そんなジジイは珍しかった。というより1年間も一緒にいたがジジイの身の上話は全然してこなかったんだよ。ジジイに興味がなかったわけじゃない。でもそれ以上にジジイから学ぶことが多かったんだ。でも今度こそはジジイを吐かせたかった。このままじゃいつか壁になる。中学生なりに必死に考えた末だった。発揮姿勢。ああわかった、話こっち聞い。いつもの小屋に行くと思えば全く別の方向に歩き出した。ちょうどこ行くんじゃ。黙ってついてこい。ジジイは悲しそうでもあり嬉しそうでもあるなんとも言えない表情で俺を連れる。お前、金あるか？ジジイよりはあるわい。抜かせ。ジジイと俺はひたすら歩いた。彼女はそこにはいない。連れて行くといえば今日は誘うなと言われた。着いたのは市の外れの銭湯だった。小さな銭湯だが意外と新しかった。腹割って話そうや。その時のジジイはいつもより数段若く見えた。銭湯に入って体を洗う。ジジイはニカッと笑ってジジイの背中を指さした。お前、体洗っちくれい。はぁ？いやじゃ。ええから。損はねえぞ。損しかないわい。そう言い合いながらも結局二人して洗った。親父意外と風呂に入るなんて初めてだった。中学の修学旅行は風邪で休んだしな。ややあって湯船に二人で入る。客は他に誰もいなかった。で、何から聞きたい？珍しくジジイからの質問。いやくだらない質問は嵐のように受けたけど、俺は経歴を追うことにした。生まれは？満州じゃ。は？ジジイは戦前の満州で生まれたらしい。戦争中に日本に来たという。
だからって俺はシナ人でもねえぞ。根っからの日本人や。ジジイはいつものおしゃべりになったがどこか面持ちが違った。ああこれは裸のマジの付き合いなんだなとがきながらに感じた。頑張って大学まで行った。何回も死んだがマシかと思ったが人生は楽しかった。もはや質問はいらない。俺は黙って粛々と聞いた。卒業して就職した。国鉄に入った。日本の立ち直りを支える誇りを感じながら仕事をしちょった。その時くらいやな。日本に海賊レコード言うてな。アメリカのが入ってくんねん。俺は音楽が好きじゃったけいしっかり買った。それにはアメリカの最新の音楽が詰まっちょった。VIP プラスはこういう様子レが出るのが好き。エロ目的の違反者どもも見習えよ。あの子がお前に持ってきたこともあるやつや。あの子はイスズを指していた。その時ロックの歴史ってことで色々借りたのを思い出した。俺はチャックベリーに心を打たれた。感動した。俺はこういうのをやらない感じ思うた。しかしなぁ、ギター揃えていざって言うてもな海賊レコードはな、音質が悪すぎるんや。ザッザッて言うしな。それで最初は諦めた。お前と同じや。そう言ってにっこり笑った。俺はお前よりもっとひどいぞ。それから3年もギターには触れんかった。意外だった。ギターが大好きだと言っていたジジイの話とは思えなかった。しかしなぁ、昭和の40に入るとな、周りにちょこちょこギターをする奴が出てきた。その時に俺の嫌いな同僚がギターをこうタッチ聞いた。これはやるしかないと思った。なんかほとんど俺と同じきっかけな気がするんだが。言いたくてしょうがなかったがまだこらえた。すいません、明日早いのでもう寝ます。呼んでくれてる方ありがとうございます。続き待ってるおやすみ。明日も楽しみにしてるよ、おやすみ。支援。おつ、楽しみに待ってます。おつおつ明日も楽しみにしてる。ゆっくりでいいよ。おやすみなさい。ギターを始めたての頃を思い出して目頭が熱くなった。ただいま俺には勤労感謝の日なんてなかったんよ再開します。やっぱり弾けね。絶対弾けないと思った。それでもしっかり練習した。一日仕事以外はギター握っとったわ。このジジイが真面目に練習？それだけで俺には不思議な感覚だった。それでなある時レコードと同じように弾ける俺がいた。仕事お疲れ、そしてお帰り、待ってたわ。一致お疲れ様。お疲れ様です、ぼちぼち続けてね。と言っても原曲の速さはすごかった。ジャックベリーは意外と早弾きだぞ。またそしてニヤッとした。仕事以外って国鉄って忙しいんじゃねえの？ガキの俺にはぼやっとした思いしかなかった。それからちょっとして海外出張があった。行き先はイギリスだった。俺の脳裏に不意によぎったアルバンド。ちょっとそれいつの話？ジジイは笑って言った。昭和36の冬から37の春。西暦は、1961年から1962年やな。もしかして見たんか？ジジイは顔ゴシゴシ。話をじらすな。見たさ。ビートルズにたまたま来てたマジも見たさ。マジ？そんなのは知らなかった。ビートルズを見たという衝撃。しかもデビュー前だと？マジとはマジウォーターズのことでこの話を後にイスズにするとそっちの方を羨ましがっていた。どのくらい？ジジイはため息を漏らしてつぶやいた。悪いな。ビートルズはあんまり面白くなかったんじゃ。は？ギターは下手くそだし歌も下手。曲作りも単純でバカみたいな英語ばかり。本当にイギリス人か疑ったよ。ここまでビートルズをこき下ろした人間は後にも先にもジジイ以外見たことない。あ、2チャンネルではちらほらいたかも。俺はマジやチャックに憧れたしイギリスでブルースを知った。出張から帰ってきたら必死に耳に残った、目に焼き付いたフレーズを練習したさ。わろた。ロックってギターが下手とか歌が下手とか関係ねえだろ。ビートルズやローリングストーンズはここまで売れたのに。そうすると意外と弾けてた。上手くなるのが実感できてた。そうすると知りたくなるのがチャックやマジは何を元に弾いてきたのか。そもそものルーツはなんだか知りたくなったんじゃ。ジジイの指がちらっと映る。切れてるのか指の色が変色していた。それから少しして俺は見合いをした。それで結婚した。あれ？ジジイ奥さんいたんか？ああ、俺にはもったいないくらいの嫁がな。なんで嫁がいるのにホームレス？あ、その嫁は吉野と言った。俺より3つ上でいい女だった。いろいろあったんやろな、じいさんも。一つのギターが頭に浮かぶ。そうか、あのギターはそういうことか。吉野は俺のギターをよく褒めてくれた。俺はもう30になろうとしていた。徐々にジジイの目が潤む。俺は気づいてないふりをする。会社でも出世した俺が30だったか。確か課長になったはずだ。今考えれば国鉄の課長に30でなれるなんて化け物だよな。苦労したと今ならわかる。俺が出世したあたりで音楽雑誌にあるバンドが載った。俺はその時流行ってたビートルズはあまり興味なかったがベンチャーズは好きだった。俺は基本的に技術力があるやつが好きじゃけえな。ジジイは大笑い。そうだったんだと言って俺も少し笑った。
クリームだった。最初はふざけた名前だなと気にも留めてなかったんだがな。そしたらロック好きの部下がな、持ってきやがった。一日だけ借りて聞いてみた。俺はわかったんだな。ブルースの大切さをな。ブルース、ジジイがしてた音楽はそういうのか。イスズも時々ジジイのブルースは本物だと言っていた。ブルースの本物？意味がわからなくて気にもしてなかった。ますますルーツを探した。30過ぎてバカやったさ。大きく笑う亀は真剣な目つきだったのを覚えている。俺はジジイにとってブルースはとても重要なものと察した。するとな、海賊レコードの主人がやってくれたサブルースを見つけてくれた。主人はアメリカから来たと言った。見つけるのに苦労かけたわ。俺の初めてのブルースはサンハウスじゃ。今ならわかる。ジジイは永遠にサンハウスの背中を追い続けたんだ。だってリゾネーターなんて使わねえよな。吉野もかっこいいですねと言いやがる。男だったら女のためにギターを弾くもんじゃろ。家ではギターばっか触ってたな。34にもなると子供ができた。一人息子。子供はそれだけ。子供もいたのか、なおさら何してんだよ。俺はあの時代を生きて幸せじゃった。それからいろんなバンドが出た。ほとんど海賊を買うてな。音質が悪い悪い。それでもブルースの影響を受けてる奴は片っ端から聞いた。フリーなんて死ぬほど聞いた。いつか部下が話したことだがクラプトンやジョン・レノンは課長より年下ですよ。ってのはショックだったわ。まあそれでもエレキは弾く気にならんかったわ。まあアコギは一人でできるしな。ある時吉野がプレゼントをくれた。今でも覚えてるわ。38の誕生日。ギターをくれた。今も使ってるあいつだ。あれそんなに古いのだったのかよ。俺はびっくりたまげてたわ。内緒で吉野なんて名前をつけた。バレてたまるかい、恥ずかしい。笑ってはいるがとても嬉しく誇りにしているのが伝わる。俺のギターもそうなれば、そんなことを思った。ええ話やね。そこでな、不思議な縁でな。大学の教授やっちくれいって誘いがあった。俺が？なんて思ったさ。まあ面白そうじゃ、ウケる。二つ返事じゃ。今の感覚ではこのジジイネラーかよ。何の縁でそうなんだよとか思ってた。そして米米大学に行った。まあ母校だったしな。あれ？どこかで聞いたことがあると思った。親父の母校だった。すまん眠気限界。明日書く。おやすみ皆さん。それと名前欄変えた方がいいんですかね？変えた方がいいのなら変えます。一致になりすましていたずらされることもあるから鳥だけでもつけてみたらいかがか？お疲れさん続き楽しみにしてるよ。変えた方がいいよ、ジャックベリーに。好きなようにしたらいいと思うよ。ただこの手のスレは偽物出てきたりするからね。お疲れ様でした、おやすみなさい。ふん。いつの間にますます面白い。明日も楽しみにしてる。それで40で母校の先生じゃ。そうやな、今から30年くらい前じゃ。ジジイは懐かしそうに語る。そこのアコースティックギター部の顧問もした。あんま教えられんかったが。ジジイが他に教えてる人間がいたのか。そもそも大学の客員とはいえ教授なんだからあんだけ教えるのが上手かったのかと納得した。ギターじゃなくて、ギター。お前一つ勘違いしとるぞ。ジジイはニヤッと俺を見る。何がじゃ？俺は昔は厳しかったんだぞ。メタラメッポを褒めたりなんざしねえ。衝撃だったな。これも、あんなに愉快で褒めちぎりのジジイが？厳しかった？嘘にしか聞こえない。本当か？それ、舐められねえよう必死だったからな。大学生だろうと容赦はしなかったぜ。俺は口をポカン。それから少しして、つうても昭和の終わりになった頃かな。突然悲しい顔をした。とても胸にくる表情だったのを覚えている。息子が死んだ。単に事故だったがな。息子さん死んだのか。俺はまるで身内が死んだかのように心に深い感情を抱いた。湯冷めすんな。上がるか。ザバッパし、湯冷めでいい。続き、話してください。これが俺のジジイに対しての最初で最後の敬語だ。ジジイは驚いていたがまたすぐに笑って。風邪ひいたらお前のせいじゃけえな。とまた湯船に浸かった。息子は12で死んだ。西暦だと1982年だな。あの時はよく覚えてるわ。マイケル・ジャクソンがスリラーを出したんじゃ。いきなりのことに何のことかわからなかった。マイケルのスリラーは俺でも知っていたが、前日ゾンビの映画が流れたな。俺はな壊れたかもしれんかった。ゾンビでいい。息子を返してくれ。俺もそしてゾンビになるから。ここはよく覚えている。あまりにも悲しく切なかった。俺はもう熱いものをこらえられなかった。ジジイは俺の涙に気づいていたのか気づかなかったか。まあ気づいていただろうな。それでも話を続けた。ひどかったのは吉野だった。あいつは息子の名前をただ呼ぶのみ。見てられなかったわ。それでも俺は仕事をした。息子を忘れたかったんだろう。それからだんだん吉野も立ち直った。戦争後の日本を支えた二人だからな。やわじゃない。時代は俺らを置き去りに進んだ。
その間も多くの生徒から慕われた。俺は幸せじゃった。泣き続ける俺。なんてジジイに声をかけよう。そんなこと思えなかった。ただジジイに同情した。吉野が還暦になった年、吉野は病気になった。もう助からん。そう言われた。は？吉野は余命半年と言われた。今から思えばあの医者はヤブじゃな。ジジイは笑った。風呂に入ってるのに湯冷めとはこれ以下に、のぼせるって言いたかったのか？吉野に俺はよくギターを聴かせた。ブルースじゃねえ。イーグルスとかブービーとかだ。イーグルスもブービーブラザースもほとんど知らなかった。でも今ならなるたけ明るい、気さくな音楽を届けようとしていたのが伝わる。あいつはスタンドバイミーをよく歌えと言った。あげな簡単なやついくらでも聞かすわ。笑ってはいるが、もはやジジイも、限界だった。吉野は余命半年ながら3年も生きた。俺が還暦の誕生日、あいつは死んだ。ジジイは泣いていた。俺も泣いていた。浅い湯船に湯を増やすかのごとく涙は流れた。止まる気配もない。止める気もなかった。すまんな。こんな。いいから続けろ。ふん。手で顔を拭った。ジジイはやっぱり若く見えた。周りもよくしてくれた。特に生徒は花束をよくくれた。でももうそこにはおれんかったわ。それでホームレスや。おかしいだろ。別にホームレスなる必要ないじゃろ。吉野はほとんど東京から動いたことがなかった。だから俺は使命を感じたんじゃ。ここで使命という言葉を使ったのをよく覚えている。もう12年も前なのにな。俺は吉野に日本を見せるんじゃ。ジジイは涙を流しながら笑った。俺は少しおかしくて、笑った。あんなに叩きつけて弾いてええんか？アホ、あれは音楽じゃ。しゃあないわ。そうか。言い返しはしない。ジジイがそう言うならそうなのだ。そうだ。ジジイはもう泣いてなかった。顔をバシャバシャさせて、俺に聞いた。お前、あのめくらの娘、好きか？いきなりの問いに俺は本当に溺れるかと思った。なんでエスズさんを？この流れで？ジジイの目はまた真剣だった。ああ、好きだ。ジジイは立ち上がって湯船を出た。そして振り返って俺を笑った。曲を作るぞ。帰って風なんて聞かなかった。それから俺は彼女に隠れて初の曲作りをしていた。ジジイはとても嬉しそうだった。それから受験が終わった。家から一番近い公立に合格した。まあ別に勉強はできたしランクも落として受験したしな。親父には不思議がられたが特に何も言われなかった。高校では部活を始めた。これは親父との約束だったからだ。入る部活も決められそうになかったからこれも親父に決めてもらった。そこで入ったのは弓道部だった。そこで二人の友達ができた。音楽のジャンルが結構似通ってたし二人とも楽器をしてたからな。ぼっちの俺はもういなかった。すげえ嬉しかった。しかしある時事件が起こった。姉貴にジジイと会っているのを見つかった。今日はここまで。明日姉貴の誕生日なんでお祝いしてきます。バイバイ。お疲れ様。面白かった。今日も面白かった。明日もよろしく。イッチーブラックモアニワロタ。お通今日も面白かった。続き楽しみにしてるよ姉ちゃん。誕生日おめでとう。楽しみにしてます。よく昔の会話を詳細に覚えているもんだな。それだけ思い出深かったんやろ。無事に高校に進学することもでき、部活動内では同じ趣味を持つ友人ができたようです。しかし、ついにホームレスと親しい関係になっていることが一致の姉にバレてしまったようです。姉に見つかってしまえば、お父さんにもバラされてしまうことが目に見えます。何してんの？俺？正直いつもの公園ならバレないと思った。トレーニングのためにランニングを始めた初日だったらしい。ジジイは全然動じてはいなかった。およ？知り合いか？俺。一方の俺は汗だくだった。姉貴は怒るとめちゃくちゃ怖い。さらに親父はもっと怖かった。二人とも普段は温厚なのに怒ると怖いんだ。それは今も変わらない。いつも仕事お疲れ。どう見てもホームレスでしょ？何してんの？ギターを。聞こえない。はっきり喋って。ジジイは笑っていた。ギターを教えてもらってた。俺と姉貴の尋問は続いた。いつから？結構前からなんでしょ？一年くらい前から。一年。受験だったのに？ジジイはまたガッハッハッと笑った。俺はそれどこじゃない。でも高校はちゃんと受かったし。ランク落としてたでしょ。ジジイは立ち上がって姉貴の肩を叩いた。姉貴はすぐその手をはたいた。ふん。姉ちゃん、楽器は？姉貴はとても冷たい目をしていった。関係ないでしょ。近づかないで。ジジイよりも俺の方がブチギレそうだった。あのさ、ギター教えてもらった、岩く先生なんだよ。失礼すんなよ。うるさい。家に帰るよ。その人も一緒だよ。ジジイは気にせずまた座ってギターを手に取った。俺は内心焦った。親父の元に連れてかれるのは勘弁だったからだ。ポロロン。あ、ジジイはリトルマーサを引き出した。イスズがよくしていたので覚えていた。うま。この時だけ少し姉貴の目が優しくなった。
でもすぐに俺を向いて。行くよ。お、うん。じゃあジジイ頼むよ。ジジイはふーっとため息をついてしゃあないわと立ち上がった。そうして三人で重い足取りで家に行った。ジジイは俺の家が見えると俺にいい家だなとつぶやいた。それに誰も返事を返さない。家に入ると親父はコーヒーを飲んでた。姉貴はすぐに親父に向かって話した。こいつホームレスなんかにギター教わってたから高校のランク落としたんだよ。明快にしかも単刀直入に切り出した。親父はゆっくりこっちを見てなんだと?と言った。ドスが効いててすごく怖かった。だけどすぐに親父の態度が変わった。驚いた顔でこっちに来た。ジジイ、先生。俺と姉貴は頭にハテナを浮かべて親父を見つめた。ジジイも誰だか分かってない様子だった。やっぱりだ、先生でしょう、ゼミの親父ですよ。ジジイはまだ覚えていない風だった。それに見かねて親父は本棚をガタガタいじって一冊の本を出した。親父の大学のアルバムだった。ほらこれですよ。なぁ、親父くんか久しぶりだなぁ。お久しぶりです。そう言って親父は泣き出した。親父が泣いた回数は本当に少ない。だからとても印象深い。姉貴もそうだった。何も泣くことはねえじゃねえか。久々じゃ。だって旅に出たと聞いて、それで。親父は涙のせいでポツポツとしか話せなかった。俺も姉貴もどうしていいかわからなかった。姉貴が気を利かせて全員テーブルに着かせた。親父、おかんさんと付き合ってたろ?どうなった?笑ってジジイはおかんの名前を出した。俺が4つの時に死んだおかん。いや母さんと言ってた気がする。こういうのが現れるから取り付けた方がいいのかなるほど。あ、つけるの忘れてた。仕事しすぎかな、ありがとうございます。おかんさんは結婚できましたよ。10年少しになくなりましたけど。ジジイは少し悲しい顔をした。ジジイは一言そうかとだけ。約20年ぶり。ですかね。お前いくつだ ?42 です。ジジイは親父の肩を叩いてまだ若いわと笑った。その肩を叩くのも懐かしいです。親父はやっと涙が止まった。姉貴がそこで切り出した。こちらの方は?親父が言った。俺の大学の先生だ。姉貴は意外という顔をしてジジイを見た。俺は親父がジジイの教え子という事実に驚いたがそれよりは嬉しかった。親子2代で同じ死を持つという不思議な感覚。そのことに喜んでいた。それで俺よ。え?どこで知り合った?いきなり飛んできた矢に俺はドキドキしながら今までの経緯を説明した。時々ジジイが補足をしつつこの1年と少しの説明をした。親父はそれを真摯に聞いてくれた。時々平野法など相槌を打ちながら、どこか俺の話を羨ましそうに。わかった。姉貴はもう怒ってなかった。それよりギターを聴きたそうだった。そうだご飯、食べてってください。そうして初めてジジイと飯を食べ、家の風呂に入り、同じ部屋で寝た。姉貴はジジイが怪しい人間じゃないことがわかるとギターのリクエストをした。私ギターもしてたけどよくできなかったんだよね。あれ弾きたかったんだよね。オアシスのワンダーウォール。ジジイは笑って俺を見た。姉ちゃん、それは俺の世代じゃねえな。俺、弾けるか?うん、練習したから。え?あんたが?姉貴をギャフンと言わせたくて実は練習していたのだ。姉貴がこの曲が好きなのは知っていたから。じゃらーん、初めてジジイとイスズ以外にギターを聴かせた。リビング、台所には親父。二人に対してのライブだった。姉貴はできるじゃんと褒めてくれたし親父は頑張ったなと声をかけてくれた。それだけで俺は何万人からの拍手を受けたみたいな気分だった。次の日からジジイはまた出て行った。親父は少しの間でもうちで住まないかと聞いたらしいがジジイが断ったという。それからは普通だった。またジジイにギターを習いに行く。今度は親父に隠す必要はなくなった。時々姉貴もついてきた。そして俺はバンドを組んだ。弓道部の友達二人とだ。主にドラムのやつのせいでジェフベックをよくした。曲は好きだったがギターはすごく難しかった。それからSZに向けての曲作りもしていた。姉貴も意見をくれた。最初はインストゥルメンタルにしようとしていたがやっぱり言葉が欲しいという姉貴の意見で歌詞をつけることにした。そして1ヶ月ほど経ったある時SZから話を持ちかけられた。私ね、ジジイさんにすごく感謝してるの。だから曲をプレゼントしたいなって思ってるの。思わず吹き出しそうになる。結局、考えることは一緒だったのだ。俺はバンドでジェフベックを、ジジイとイスズに曲を、イスズとジジイに曲をという忙しい生活を送ることになった。昨日は姉貴の誕生日だったのでここに来れませんでした。ごめんなさい。また来ます。いつもありがとう。むちゃくちゃ面白いよ。お疲れ様、今日も面白かったよ、ありがとう。親父がジジイの教え子だったなんてすごい偶然があるんだね。楽しみにしてます。突っ込まない勇気な。続き頼む。それから高校の部活もこなしつつ夏休みになった。夏休みはよくイスズと遊んだ。旗から見ればデートだったのだろうが俺はデートにしたかったのだ。イスズに内緒で曲を作った。そしてとうとう出来上がった。拙い、2分半ほどしかない曲だった。内心喜びと不安が同居していた。
わかるかな？この気持ち。曲名は今でも覚えている。というより今も自分のレパートリーだ。Hold my handだ。彼女の家に行き、彼女のお母さんに席を外してもらって、手はずは整った。どうしたの？彼女には何も教えていない。ジジイに向けた曲の練習とも勘違いしていた。そうじゃないんです。一つ聞いてほしいものがあって、元来人前で喋るのは苦手だったんだよね。でも一つ一つ振り絞って声を出す。それで、エイトイスズさんのために曲を書いたんです。え？今年の初めから書き出して、すごい時間かかっちゃったけど、一生懸命作ったんです。バリバリに保険をかけてギターを手に取り歌を歌う。演奏が終わった時には俺は泣きそうだった。ミスしなかった喜び、思いが届いたかどうかの不安。たった数秒でも俺にはすごい時が流れた。私ね、嬉しい。そう言って彼女もぽつりと話し出した。好きなんでしょ？私のこと。でもダメ。盲目だから。え、あと、こんな時すらすら言葉が出てくれば、日頃のコミュニケーションが足りない証拠だった。私も、好きでした。顔はわからないけどずっと優しさは伝わったから。彼女はゆっくりと、綺麗に喋る。でもね、苦労する。私は盲目だし妹は達少。いじめられるよ。初めて知った事実もあった。彼女の妹は達少だった。しかも同じ高校というのも後にわかる。でも本当に好きですバカみたいだけど、本当に好きなんです。今から思い返してもバカな一言だ。もっとマシな返しはできんのか。困る。諦められないじゃん。バンと立ち上がって彼女は大きく後ろに転げた。俺は慌てて寄り添う。こんななのに本当にいいの？気づけば彼女は泣き叫んでいた。俺はただうろたえるだけ。自分の無力さを嘆いた。はい、大丈夫です。俺が脆いっすけど、ステッキになります。今でもこのセリフは揶揄される。それだけ思い出深かったのだろう。彼女はただ俺に抱きついた。結果、イスズは年上の恋人になった。ジジイにそのことを話すとパーッと明るい顔になって俺の肩をバンバン叩いた。そうかよかったじゃねえか、ちゃんと杖になりやがれよ。ジジイはそれからも変わらず二人にギターを教えてくれた。そんなことが永遠に続くと思ってた。本当に。ギターうまいホームレスとか X ジャパンの泰造しか思いつかねえわ。俺とイスズはジジイに向けた曲を書き上げた。かなり時間がかかった。バンドもしてたから大概イスズに任せっきりなってしまった。これが今でも後悔のもとだ。ある時ジジイの家に行って改めて話をした。ほーん、曲ねえ。俺くん頑張ってたんです聞いてください。いやいや何もしてねえよ、ほとんどイスズさんで。ジジイは頭をかきながらわかったわかったというように手を振った。早く聞かせてくれ。あ、そうだ。ジジイはそう言って自分のギターを取り出した。何してんの？いやー、そんな曲なら吉野で弾いてくれよ。思い出になる。そう言って吉野を取り出した。初めてジジイのギターに触れた。どことなくぬくもりがあって、力強い何かを感じた。いいんか？もういいゼロが。お前なら。そう言って二人で、一緒に、歌った。ジジイは黙って聞いてくれた。演奏が終わると静かに拍手をしてくれた。俺もイスズも驚いた。でも嬉しかった。俺よ。もうちょっと上手くはなれんのか。おいおい、今の流れで言う言葉じゃねえぞ。そう言って三人で笑った。季節は秋に入っていて外は少し寒かったが俺らは暖かかった気がする。ある時バンドで地元の本当に小さいライブハウスでライブをした。俺らにはベースがいなくて姉貴が請け負ってくれた。ジジイはイスズに金を借りたらしく一番前で酒を飲み、タバコを吸いながら俺らを囃し立てた。この時3バンドの対バンで、手違いで鳥になったのもいい思い出だ。前の2バンドはとても上手くてめちゃくちゃ緊張してた。ステージに上がると最初に声を上げたのはジジイではなくイスズだった。俺くん頑張ってよ。こうなると後には弾けないし、ミスもできない。ジジイも囃し立てる。ミスったらその手で消すへしおるぞ。観客は笑う。俺はますます緊張した。俺の緊張をほぐそうとしたみたいだが逆だった。他の二人プラス姉貴はその言葉で緊張がほぐれたらしく笑みがこぼれていた。最初の曲はジェフベックグループのシチュエーション。必死に練習したんだ。問題は2曲目だった。前のバンドと曲が被ったのだ。曲はクロスロード。もちろんクリームの方である。本当にやるか？全員は王と頷く。しょうがない。諦めた。みんな最高だった。ジジイはいいぞいいぞとずっと騒いでいた。周りもノリノリだった。二次会は俺の家で行われた。もちろんジジイもイスズも同じだ。キーボードのやつはジジイに気に入られてた。ずっとジジイと腕相撲してた。俺はドラムのやつにイスズのことでいじられてた。親父は夜遅くまで遊ぶ俺らに何も言わなかった。イッチはジジイと共にイスズに向けた歌を作り、イッチとイスズはジジイに向けた曲を作り、そしてイッチはイスズと付き合うことにもなり、バンドとして人前で曲を披露する機会もあったりと、すべてが順調に進んでいた頃、ジジイがあることを言い出します。
高一の終わり、ジジイがあることを言い出した。俺はな、短歌が好きなんじゃ。短歌？あんなに完成されたものはない。俺はずっとブルースをしてるが短歌もしてみたいんだよ。初めて聞く。短歌だって？俺からしたら意味のわからん文章でしかなかった。好きな短歌があるんじゃいつしか聞かせてやる。今聞かせろよそう思った。でも聞かなくてよかったと今は思う。その話を聞いた次の日いつものごとくジジイにギターを習おうと今度はジジイを家に呼んだ。すると少しジジイは親父に話していた。親父はそうですか、そうですか。とうつむき喋っていた。その日初めてスライドバーを使ってブルースをした。確か曲は孔子のブルースだったはず。ジジイはまたうめえぞと言って俺の肩を叩く。俺はやかましい、と返す。まあ普通のやりとりだった。そして練習が終わってジジイが変なことを言い出した。ああお前のギター貸せや。は？お前のギターいい音するから帰って弾いてみたいんじゃ。ええやろ？それくらいならとギターをケースに入れて渡した。ジジイは俺のギターを肩に、ジジイのギターは手に持って帰っていった。それが最後のジジイの姿だった。朝起きて学校に行く準備をして外に出る。すると玄関にギターが立てかけてあった。で私に来いよあのジジイ。一旦ギターを部屋に置いてそれから学校に向かった。そして家に帰ってギターをケースから取り出した。今日はイスズが家に来る、なんて思いながら、ギターの裏板に何か書いてあった。それは旅行に太宰府天満宮に行った時によく似た短歌だった。こちふかば、匂い起こせよ、梅の花。主なしとて、春を忘るな、ジジイ。意味がわからず親父を呼ぶ。親父見てくれ、という意味？親父はその短歌を見てすぐに泣き崩れた。俺はおろおろするばかり。ピンポンとチャイムが鳴り、鈴と妹が来た。ああ一応上がって。親父はまだ部屋で泣いていた。妹はどうしたの？と不安そうに俺に聞く。俺にもわからん。妹がその短歌が書かれた俺のギターを手に取る。俺って古文できないの？国語は現代文だけやな。あとは世界史は得意。ふん。イスズもおろおろしていた。何が起こってるのかよくわかってないのだろう。親父がぼそりとつぶやいた。大事にしろ。それから次の日に先生に聞いた。そこで全てを察した。学校なのに大泣きした。部活もサボった。ジジイを探し回った。いつものジジイの家、公園、駅前、銭湯、屋台、タバコ屋。どこにもジジイはいなかった。家に泣きながら帰ると親父が玄関に立っていた。お前、部活をサボったそうだな。そんなことどうでもいい。ジジイのことしか頭になかった。話がある。そう言って親父は親父の部屋に俺を招き入れた。親父はジジイからの最後の伝言を聞いていた。ジジイは俺が立派なギタリストになっていること、長居はするつもりはないこと、イスズによろしくということを言い残したそうだ。俺には何も心に来なかった。というより大切な親友が死んだみたいに絶望した。なぜそれを直接言わなかったのか、なぜ突然また旅に出たのか、疑問しか浮かばなかった。俺は黙って親父の話を聞くだけだった。涙は流れ続けた。なあ、俺にもギターを弾いてくれよ。親父は突然言い出した。え？先生、すげえだろ？昔はもっと怖かったんだがな。まあいい、とにかくやってくれよ。親父は俺のギターを勝手に持ってきて俺に突き出した。なんでもいいさ。ほらブルースとかしてくれよ。その短歌どういう意味やねん。ブルースなんか歌えない。でも歌えと言うなら俺は歌う。簡単なブルースだ。ジジイにも全く届かない腕前だけど、全く届かない声色だけど、俺は歌うと決めた。あ、じゃあ平常ってやつ。地味変化、いい趣味じゃん。じゃらーん、二人して泣く。親父はいつの間にか母さんの写真を持ってた。俺は平常を歌った。イスズが最初に教えてくれた地味編の曲だった。それからイスズにも説明した。ジジイは旅に出たことを。イスズはそうとだけつぶやいて顔を背けた。俺は黙ってイスズを抱きしめた。イスズが泣いた気がした。気のせいなんだろうけど。そして短歌も聞かせた。イスズはジジイさんはカッコつけすぎとわずかに笑った。それからバンドでいろんな曲をした。いつしか俺はバンマスになっていてブルースロックをよくした。ブルースをやっている時だけジジイと繋がってる気がするからだ。今になってもジジイを探そうという気はあまり起きない。いつの日かロコッと戻ってきそうだから。今ジジイは80かな？あのジジイは100まで死にそうにないからな。ジジイと別れて約10年、ジジイの記憶だけは忘れた試しがない。それだけ俺とジジイの関係は密だったんだ。369まで聞いてくれてありがとうございます。周りに当時のこと聞きまくって自分の記憶の裏を取ってました。仕事が忙しくて全然来れない時あったけど暇つぶしなのにこんなに呼んでくれてありがとう。本当に、事実なんですよ。不思議でしょ？答えられることなら質問受けます。思い出したら泣けてきた。一気は今でもよく弾くの？あとイスズとはその後どうなったの？もしよければジジイが去ってから後の話も聞きたい。今でもよく弾きます。ライブなんかもしてます。その後書いた方が良いですか？簡単でいいからできれば書いてほしい。
お疲れ、いい話をありがとう。いすずさんとはどうなった？今もギターは弾いてる？ジジイ公園でリゾネーター弾いてて苦情言われなかったんだろうか。公園の周り人気なさすぎたんで逆に駅の時に止められなかったのが今は謎です。みんなが一番聞きたいのはいすずちゃんがどうなったかだろうな。高校の終わり頃に親父が病気になった。なんか重い病気らしくすぐ入院した。姉貴は大学行ってたけど、見た感じいけそうもないなと思ったから俺はおじに頼んで高卒で就職した。それからバンドにいすずと姉貴、さらにベースのやつの彼女を正式にバンドに入れてスイートピーチってバンドに名前を変えた。俺が二十歳になった夏親父が死んだ。親父は最後に俺に泣くなと言ったから泣かなかった。俺らはおじの家に引き取られた。成人してたら引き取られるとか泣くね。なぜか取られた。おじは姉貴に一人暮らしさせたくないっぽく。俺は今はいすずの実家に住んでるけどね。姉貴はまだおじをバイトこと住んでるわ。ああそういう意味で書いたのね。いすずも悲しんでくれた。俺はそれからよくいすずと会うようになっていった。バンドメンバーは全員いすずを支えてくれた。いすずの家に泊まることも多くなった。ちなみに高3の時にいすずの妹と同じクラスになって仲良くなった。そして俺が24になって、いすずが27。いすずは地味の年になっちゃったなんて言ってたっけ。俺が告白した。一生あなたのステッキにさせてください。そして俺らは結婚した。いすずはただただ俺に抱きつくだけだった。今じゃいすずはキャンディスナイト。俺はリッチーブラックモアになってる。いすずへは婚約指輪は渡さなかった。俺が渡したのはお互いの名前が深く彫ってあるサムキック。キザだな俺。今からしても恥ずかしいわ。現在いすずは産休だけど実家の CD やお母さんと営んでる。目が見えないというのはあんまり重要じゃないらしい。彼女曰く。そうかそうか、それならいいお前さんと一緒になったなら、それでいい。いすずは来週30。今年くらいはいすずにギターの音色をプレゼントしようと思ってる。何の曲がいいかな？お前らに聞きたい。エミネムラブザ、ウェイユーライ。聞いたことなかったんで聞いてみますね。ありがとうございます。ピープルゲットレディー。ピープルゲットレディー曲ですよね。俺たちもよくします。Be Mine Tonight ちょっとシチュエーションに合わないかな。ブラックモアズナイトのギターがここで生きてくるかも。何の曲がいいかな？お前らに聞きたい。同名の曲が他にもある中ですぐにそこを出してくるとはさすがですな。今全部読んだ。実はならすごすぎってか、いい意味で時代錯誤でしょ。今時クリームのクロスローズなんて演奏するバンドいんのか。スインスアイブビンラビングユーカウィリーディクソンの I can't quit you やってみて。あなたを愛し続けてはやったことありますが I can't quit you は盲点でしたね。練習してみます。イスズさんと結婚してたんだね。幸せそうでよかった。すごく面白かった。先生の作品は本当に好きだし特に文句はないが、終盤がだれるが短くまとめてるのはすごい。恋愛物抜きでなんか書いてくれ。スタンドバイミーみたいなやつ。子供の冒険のも大好き。すごい話だった。短歌の意味教えろよ。短歌の意味はこちが増えたなら主人がいなくても春を察知して花よ咲けという意味の歌です。菅原の道真が太宰府に左遷された時に自分の好きだった梅の花に読んだとされる歌です。俺はもう生きてこの地を踏むこともない。だがお前は梅の木のように花をつけ、こちに乗せその香りを俺に届けてくれ。俺は生きてお前には会えないだろう。だが一致は今まで通りの生活をし、俺にギターの音色を届けてくれ。んな感じじゃね。別れの句と思う。多分、だけどジジイが梅の花の短歌が好きだったってのもあるかもしれんが、その歌にジジイが託した意味は俺がいなくてもギターを弾き続けろよだと思う。小粋なジジイだな。面白かったよ、一致ありがとう。なんだか短歌ってかっこいいな。これ、ドラマ化か映画化したら化けるぞ。イッチーはすぐに本の執筆をした方がいい。ギターブーム起こすかもよ。面白かった、ありがとう。もしよければギター弾いてうつしてくれよ。スモークオンザウォーターで頼む。リッスン、ワットザマンサイドとかどうだろう。ラブイズブラインドって左右歌詞が好きなだけだが。おつ、面白かったよ。いかがでしたか？ギターを教えてくれるただのホームレスだと思っていたジジイが、イッチのお父さんの大学時代の恩師でもあり、ジジイがきっかけで出会ったイスズとイッチが結婚するなど、奇跡の連続でしたね。たった1、2年間の出来事ではあったようですが、音楽だけではなく、生き方までも教えてくれたジジイと過ごした時間は、イッチとイスズにとってはかけがえのない時間だったのではないでしょうか。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。